指だ。時間ぴったりだ。さすがですね、桐生さん。ようこそブリーチジャパンへ。よく言う。この場所がお前の隠れ蓑でしかないとはいえ、殺風景が過ぎるんじゃないか。わざわざここの実態を調べに来るやつなんていやしません。それにパレカナとのビジネスが長期的に続くとは花から考えちゃいませんから。何？もうご存知でしょう。ネレ島での核廃棄物処理は実際のところただの不法投棄です。穴のキャパは遠からずいっぱいになるし、海洋汚染も始まるでしょう。そうなればいかに各国の上層部を抑えていようが、事の露見は避けられない。ブライスがどう考えていたかは知りませんが、あなた方が命がけでネレ島の真相を暴こうが暴くまいが、計画の失敗は既定路線だったんですよ。ふん、強がりのつもりなら、なんであんたはこんな真似を。俺の野望は最初から破綻しているんでね。海老名、沢城はどこだ？ここにいるじゃないですか。沢城。海老名、てめえ。何をそんなに怒ってるんです？この男はこういうことを他人にやってきた人間ですよ。何度も何度もね。目には目を、歯には歯を、俺は当然の報いを与えてやったまでです。もちろんネレ島に送る連中にも叱るべき報いを与えます。なんでお前はそこまでヤクザを憎む？調べはついてるんでしょ。俺の母は氷川興産組長の娘、氷川百合子。そして父はお察しの通り、荒川真澄です。氷川組長の意向とは関係なく、母は荒川に惚れていました。一方で母は荒川に意中の女がいることにも気づいていた。だからこそ荒川と結ばれたことに喜びと同時に強い罪悪感を抱えていました。それでも子供ができれば荒川も情が移って心変わりするのでは。そんなことを期待していたようで。そしてお前を見ごもった。ええ、だが妊娠が発覚する前に氷川は荒川の逆鱗に触れ、組は壊滅。母はもともと体が弱くてね、俺を産んだ後女で一つの育児に疲弊して大病を患った。ヤクザの絆は血よりも濃いなんて綺麗事を抜かしていた子分連中は、そんな母のことなど見向きもしなかった。氷川が死んで組が潰れたら、さっさと別の組に鞍替えしていきましたよ。なのに。どうか組のみんなもお父さんも恨まないであげてね。そう言って母は死にました。救いようのないバカだ。愛する男に裏切られ、父親にすら利用され、家族と嘘吹く連中には見捨てられたというのに。なら、この人が受けた報いは俺が返すしかないじゃないですか。そしてお前は全てのヤクザへの復讐を目指した。ええ。だがさっき自分で言っていたな、自分の野望は
最初から破綻してると。そりゃそうでしょう。どうやるってんです。全てのヤクザに復讐するなんて。一人ずつ殺して回ります。それができれば最高だったんですがね。だから俺のやってきたことは全て事前策なんですよ。妥協案と言ってもいい。ただ本当に長い道のりでした。最初は警察としてヤクザ根絶を目指しました。だが大解散に先手を打たれ、肝心のヤクザがチリチリになってしまった。それだけじゃない。解散の混乱の中、よりにもよって荒川真澄が死んでしまった。あの時は本当に本当にがっくりきましたよ。あの男だけは俺が殺すつもりだったのに。荒川真澄、ヤクザの世界じゃ随分評価されているようですが、俺から言わせれば母を見捨てたクズ野郎だ。春日一番のやつへの進歩っぷりを見ると本当にヘドが出るんだよ。春日の猛進ぶりはブライスにいいように利用されるパネカラ信者と大差ないんですよ。なんてことと、このようにまず荒川抹殺の夢が絶たれます。立ち直るまでは時間かかりましたが、俺は次のことを考えることにしました。大解散で野に放たれた元棒たちのことです。ヤクザとして散々他人を食い物にした挙句、やっぱり真面目に生きます。そんなことは俺が絶対に許さない。そして思いついた。チリチリになったというならまた集めればいいってね。だから東条会と近江連合亡き後の大看板清流会を利用した。連中を集める餌は何でもいい。極道復興でもいいし、快適な社会復帰でもいい。案の定連中はうじゃうじゃと集まってきましたよ。砂糖に釣られて寄ってくるアリそっくりで。隠れて何度腹を抱えて笑ったことが。さてこいつらをどう料理してやろうかと思案していた頃、ブライスの核廃棄物処理のビジネスの話を持ってきたのがエイジでした。その段階ではネレ島という場と富士宮海運という足までは揃っていたが、人の供給源が見つかっていなかった。ただでさえ放射性物質を扱うわけですから、それも当然と言えます。しかし俺にはとても都合が良かった。清流会にかき集めた連中の実にいい使い道が見つかった。そう確信しましたよ。廃棄物の運搬、荷上げ人足として利用するだけじゃない。ネレ島という巨大なブラックボックスがあれば、そこで連中に何をしようと逃れる術もなければ、外部に漏れる気遣いもない。何をしようともね。俺にとってネレトは実に都合のいい、連中を突き落とすアリ地獄の穴だったというわけです。エイジというのは本当に使えるやつで、ネレトの話を持ってきただけじゃない。言ってませんでしたよね、星野竜兵殺害の真相をつかんだのもエイジなんですよ。なんだって。
エイジはブリーチジャパンにおいて青木亮、荒川雅人に近い位置にいましたからね。荒川雅人が星の暗殺の指令を沢城とは別の人物にも下していたことを掴んでいたんです。その材料があったおかげで沢城を青龍会に引っ張り出すことに成功した。それに彼が支配下に置いてるタタラチャンネルも大いに活用できた。そういうことです。さあ、説明はこんなところです。なんとも皮肉だとは思いませんか。荒川真澄が残した二人の息子、その片方は荒川を男の中の男と崇めたたえ、もう片方は母の敵と激しく憎んだ。そして片方は元坊の社会復帰に勤しみ、もう片方は元坊をヤクザの因果に絡め取ろうと奔走した。実に対照的じゃないですか。確かに対照的ね、エビナ。ついでにもう一つ対照的なことがあるから教えてあげようか。ほう。あんたはネレ島での核廃棄ビジネスを元坊復讐の妥協案って言ったよね。花からヤクザ全部への復讐なんて無理だって。一番は違うよ、あのバカはね。本気で一人残らず元坊を社会復帰させようとしてた。ハロワで毎日毎日一人一人と全力で向き合ってね。今のセリフ一番に聞かせてやりたかったな。知ったらぶっ飛ばすよ。エビナ、お前の怒るよう俺は否定できない。俺にその権利はない。時代こそ違えど、俺はかつて東城会四代目としてヤクザの在り方を変えられる立場にいた。なのに俺はそれをしなかった。桐生さん。だからといってこのままお前の暴走を見過ごすわけにはいかない。お前を止めることが俺のできる最後のけじめだ。ヤクザって存在の罪、その全部を俺が引き受ける。大きく出ましたね。ダグ、桐生さんもう忘れた？あんたは抱え込みすぎだって。まったくだよ。さ、みんなで終わらせよう。だね。なら始めましょうか。桐生一馬という男の終着点として、このミレニアムタワーはこれ以上ない舞台でしょう。ああ、俺もそう思っていた。行くぞ、桐生一馬！来い、エビナ！加減できねえぞ。はっ。